米国のトランプ大統領がムンジェイン大統領の相手をするのは本当に好きじゃないとか言っていたことが分かったようです。記事とネットの反応を見てみましょう。ムンジェイン大統領の相手をするのは本当に好きじゃない。韓国人はひどい人々だ。米国のドナルド・トランプ大統領が今年2月にこのような話をしたという主張が出てきた。韓国のムコというニックネームを持つ米国メリーランド州知事のラリー・ホーガン氏がワシントン・ポストに16日現地時間に寄稿した文章、一人で戦うことでだ。この中にはトランプ氏の新型コロナウイルス感染症、新型肺炎への対応失敗、ホーガン氏が新型コロナ診断キットを韓国から空輸した過程などの内容も含まれている。トランプ氏の韓国非難発言が登場したのは2月7日。共和党州知事協会がワシントン DC で主催したトランプ氏との夕食会でのことだ。トランプ氏はムンジェイン大統領の相手をすることは本当に好きじゃない、韓国人はひどい人々だとしながら、なぜ米国がこれまで彼ら韓国を保護してきたのかわからない、彼らは我々に金を出そうとしないと不平をこぼしたとホーガン氏は伝えた。当時は韓米防衛費分担金協定締結の日程がずれ込み、米国が在韓米軍韓国人勤労者の無給給食カードを持ち出して韓国を圧迫していた状況だ。夕食会にはホーガン氏の韓国人妻であるユミホーガン氏も同席した。ホーガン氏はトランプ氏が母国韓国のことを侮辱する間、妻はそこに座っていた。私は妻が傷つきとても気を悪くしていたことを察知したとし、妻はその場を離れたいと思っていたことを私は知っている、だが妻は礼儀正しく静かに座っていたとした。トランプ氏はこの夕食会の席で韓国を非難したのとは対照的に、習近平中国国家主席をどれほど好きか、安倍晋三首相とゴルフをすることがどれくらいいいか、金正恩北朝鮮国務委員長とどれほど関係がいいかなどについて話をしたという。一方ホーガン氏は当初11月の米大統領選挙を控えて共和党予備選挙に参加することが有力視されていたが、昨年6月ワシントンポストとのインタビューで不出馬を宣言した。それではネットの反応です。この話と G7 への韓国ゲスト招待を総合して考えれば、トランプ大統領が韓国を G7 に呼ぶ目的は韓国が米中のどちらにつくか詰問するためだったとわかりますよね。ここのコメントでは散々指摘されていましたが、韓国人は先進国として認められたと喜んでたんでしたっけ。夕食会で奥さんの前で言うのはどうかと思うが、多分旦那が勝手に韓国の検査キットを税金でしこたま仕入れたことに頭にきてのこともあり、言ってることは世界中暗黙のうちに誰もが思ってること。韓国人はこう見られていることにまるで気づいていないと思う。なんせうぬぼれで生きてる人たちだから。中央日報も新聞の役目分かってないし、トランプにしてみれば事実を言ったまでだろう。韓国人の奥さんだとは思わなかったんだろう。中国人か日本人と思い、習近平や安倍さんを褒めたんだろう。まあどうでもいい話だ。韓国人のひがみ根性丸出しの記事だ。もともと少ない国連分担金ですら滞納率世界一で、それにもかかわらずマウント取って日本を貶めようとする浅はかさ。防衛分担金もおそらくトランプ大統領が辞めるのを待ってると思う。そういう行動を見てたら誰だって意地汚く思慮の浅い民族性だと気づくわ。知ってるよ、二分会談の時点で気づけよって話。ということで、ある程度はみんな知っていたとは思いますが、中国の習近平や金正恩よりもっていうのはさすがムンさんって感じですよね。そしてコメントにもありますが、こんなにトランプさんが嫌ってるのにもかかわらず G7 へのゲスト参加を要請したのは、本当に中国を取るのかアメリカを取るのかといった感じだと思いますが、日本が反対したことに対する韓国さんの態度を見ていると、韓国さんはその辺は確実に理解できてないですよね。まあムンさん含め韓国政府、
韓国国民、みんなその辺を理解できてないところは、いつもの韓国さんって感じなのかもしれませんが、トランプさんが、ホーガン氏が、韓国の検査キットを輸入したことに対して怒っていたのも、トランプさんが、ホーガン氏に韓国が嫌いと伝えているにもかかわらず、韓国製の検査キットを輸入したから余計に怒ったのかもしれませんね。個人的に気になったのは、この夕食会でのトランプさんの発言に対して、他の参加者たちが、どういう反応を示していたのかが、ちょっと気になりました。みんなある程度は同調していたんじゃないかなと思いますが、だからこそ、多分、ホーガン氏は、その場では何も言えなかったんじゃないかと思ってみたりもしました。韓国さんは、防衛費分担金交渉も、未だに合意に至っていませんが、これに関しては、日本にも影響が出る可能性もあるので、何とも言えませんね。韓国さんにとっては、トランプ大統領が任期を終え、次の大統領になればとか思ってるかもしれませんが、韓国さん、世界の韓国に対する印象が変わるわけではないので、米国大統領が変わったとしても、ムンさんや韓国さんに対する態度は変わらないと思いますよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。